ングを続けています。ここでスライダー、バットが出ません。ワンアウト。スライダーですか。フォークかスライダー。ここは落としてきたか。148キロ、低めのボールゾーンへ落としてきた佐々木朗希、2者連続三振です。フォークボール162キロ、ものすごい球がうなってます。球の伸びからすると、追い込んでスライダーで行きました。見事に三振を奪った佐々木朗希、2回ランナーは出しましたが0点に抑えています。ここはまだ一定してないですよね。161キロ、まっすぐで行きます。いや、首を振って結局まっすぐで行きました。163キロ、バットが出ません。そしてまたフォークボールでしょうか。まさに高速フォークです。まっすぐで行きました。160キロ、まだ160が出ます。いや、有藤さん、ちょっと力を込めるとき、ランナースタート、空振り三振。最後は変化球で仕留めました佐々木朗希。この5回初めてヒットは許しましたが0点に抑えています。危ない球になっちゃいますからね。甘く入ってくるわけですからね。はい、161キロで空振りですね。追い込んでどうするか。ここで変化球が来ました。4番の中村剛也、空振り三振で12個目の奪三振。5番、まっすぐで押して最後はフォークボール。ランナーを背負っています。一気に決めるか。決めた。空振り三振、毎回の13奪三振。